2021年初めて訪れた奄美大島、自然美と壮大さに魅了されてまた行きたくなって、2022年3月に再訪してきました。今回はそんな3泊4日の旅の1日目、初日の宿泊地の宇検村を目指して途中でたくさんのテイクアウトグルメを堪能します。奄美大島加計呂麻島を巡る旅スタートです。では今回の旅の計画を紹介します。前回は観光をメインにしていてあまりお店巡りができなかったので、気になっていたお店を中心に巡った一日です。コロナ禍でも安心のテイクアウトフード、地元の名産を使用したローカルフードなど、奄美の美味しいをお届けします。まずは気になっていたパン屋さんへ向かいます。どれが気になる？これ？クリームパン。クリームパンの形してないね。そう、四角いクリームパンらしい。この島ざらめ、デニッシュも美味しそう。今見ただけだけど。ちょっとこれも買いたい。紅茶オレンジピールのシフォンケーキ。あ、でも抹茶大納言もいいな。珍しいからこの紅茶オレンジピールにする。どれが人気ですか？一番人気はクリームパンですね、はい、人気でいうとその次が下にある塩バターで、人気の生すりが塩ミルク。へえ。じゃあ塩ミルクで。はい、はい、ミルク入れてきました。はい、ミルク入れてくれるんだ。自家製なんちゃら忘れた。なんか空港の近くの農園から採れたものを使ってて体にいいらしい。どんな味するか飲んでみてよ、うん、お酢も入っててシュワシュワしてる酸っぱい。美味しい美味しい。パン屋さんの近くにあるたこ焼き屋さんへ向かいます。何する？普通のがいいかなと思ったんだけど、キムたこ焼き、奄美産のパパイヤともずくキムチ入り。一番出ますか？いや、一番出るのはやっぱそうなんだ。へえ。キムチたこ焼きはここでしか食べれないと思う。そうですよね、はい、それにします。一つで、はい、はい。テイクアウトはもちろん、お店の前にも席がいくつかあり、その場で食べることもできます。注文してから作ってくださるので、出来たてのたこ焼きです。ありがとうございます。これ受け取った時にさ、ありがとうございますってお金払うの忘れてた。じゃーん、奄美でたこ焼き食べよう。食べよう食べよう。わー、熱いかな。いただきます。一口でいったね。うん、おいしい。うん、おいしい。おソースが甘辛くて美味しいですね。ふわとろだね。ふわとろ。しっかりとした歯ごたえの島だこ、パパイヤ、もずく、キムチの癖になる味付け、奄美産尽くしのたこ焼き、とっても美味しかったです。コロナの影響で2021年7月から休業されているそうです。この絶景を見ながらホットドッグを食べられる日を楽しみにしています。じゃあ次行こうか。よっしゃ。土日のみ営業しているカフェへ向かいます。
こんにちは。石入れます。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しそう。見てこれ、私が狙ってたマフィン、めちゃくちゃ美味しそう。何する？ブリッド食べますか？マフィンは1個持ち帰りたいです。はい、はい。照り焼きチキンブリッドを1つと、はい、あとこの抹茶とブルーベリーのマフィンを1つ、はいはい。営業日は土日のみ、広い芝生にベンチやテーブル、非日常的な開放感あふれる自然を満喫できる奄美ならではの素敵なカフェ、風や木々の揺れる自然の音、大自然の中を子どもたちが元気に駆け回る、そして美味しい食事、平和に流れる時を感じられる癒しの空間でした。はい、ありがとうございます。いただきます。何が入ってるの？チキンとお豆と、あと野菜が入ってて、でマヨネーズで入ってる感じ。うまいね。おいしい。もうお豆がいいね。幸せの瞬間。わー、ブルーベリーが中に入ってる、うん、変わってるよね、うん、大きいね。大きい、すごい大きい。今は第2章の準備期間のため休業されています。全メニュー変更されるとのことで少し残念ですが、新しいスタート応援してます。絶品卵スイーツを食べに行きます。クッキー？黒糖と紅茶と奄美の塩、あとはシュークリームの皮のラスク、カステラもある、シフォンケーキもある。でも元に欲しいのがこっち、これが一番有名なシュークリーム。すごい大きいし、なんかザクザクしてそうね。ケーキはどうするの？え、ケーキ買っていいの？我慢できる。え、買っていいの？え、すいません、お願いします。シューラスクって普通のやつが人気ですか？私はキャラメルが好きだけど、やっぱりそれ好き。じゃあ、個人の好みでございます。今回は普通のリスク。じゃあ、プレーで、はい、ありがとうございます。たくさん買ったでしょ。ちょっと最高ですよ。やばくないですか、この厚み。ノーマルな味にしてみました。塩とタンカン味があったけど、普通の。いやー、すごい。こんなフォークじゃ全然音足らないですね。めっちゃ美味しい。濃厚。卵の風味がすごい。卵の風味？うん、なんか卵の香りがふわってする。なんかカステラみたい、柔らかい。うん。ワンカットが大きくて食べ応えあり、大満足でした。はい、こちらが一番メインとなります。シュークリームです。かわいい。ポッコ屋さんのシュークリーム。いただきます。うん、生地サクサク。おいしい？うん、濃厚。なんか結構生地が苦め、しっかり焼いてるのかもね、うん、なんかのクリームも甘すぎなくてすごいあっておいしい。奄美大島を元気にしたいという思いから2011年にオープンしたスイーツ専門店、地元の女性たちと共に開発したというパティシエのお菓子とは違う素朴だけど贅沢な奄美スイーツを味わえます。観光案内所に立ち寄りました。
地元の特産品が豊富に揃っている旅の休憩所、近くに大きな公園もあるので地元の方もたくさん集まる場所のようです。はい、炭酸ソフト1つ、はい、炭酸ソフト1つお願いします。ありがとうございます。どう？風船ガムみたいな。想像とはちょっと違う味でしたが、暑い時期にぴったりの爽やかなアイスでした。奄美の妖怪を探しに行きます。道路にかぶさるかのように大きいガジュマルの存在感。ケンムンとは奄美の妖怪、いたずらをする少し困った存在である一方、山を守る精霊とも言われています。山やガジュマルの木に住み、イカケは人間の子供に似ているそうで、地域によって様々な伝説が残っています。自然の多い原村には特にケンムンの伝説が残っているようです。圧倒的存在感と神秘的な雰囲気を放つ自然のパワーあふれる大きなガジュマルの木でした。ただ大きすぎて森と同化しているので、訪れる際は見逃し要注意です。お気に入りの宿に今回も泊まります。初めての奄美大島の際にも宿泊した宿、今回はコテージではなくキョラムン館を利用しました。お部屋はシンプル、静かで快適でした。ユニットバスだけど広々としていて、備品、アメニティも清潔感あり、ミニキッチンもあり、プロスポーツ選手の合宿などにも使われているそうです。荷物を置いてすぐに夕日を見に行きました。絶景の夕日スポットを見つけてしまいました。めっちゃ綺麗、綺麗すぎて言葉が出ないとは、まさにこの景色のことだなと思いました。奄美大島の魅力ってこういった自然の美しさだと私は思います。人によっては何もないと感じるかもしれませんが、私はこの大自然にとても惹かれます。だから何度も奄美に来たくなる。波の音と虫の鳴く声が奏でる音色を聞きながら、日が沈むまでただぼーっとこの景色を眺めました。毎年一緒だね。ちょっと違う？ちょっと違う気がする。もう何も言うことなし。全てが100点すぎる。奄美の美味しいは宇健食堂にあり、専門店よりもここの鶏飯が大好きです。季節によってその日によってメニューも変わるそうなので飽きないですね。ボリュームもあるのでお腹いっぱいのはずだけど、どれ飲む？どれ飲むかな。ボタニカルパインかマスカット。パイン、じゃあパインにします、うん、なんかわかんないけどピエール・エルメって書いてあるんだよね。本当だ、なんでなんだろう。あ、めっちゃ美味しい。沖縄県産レモングラス由来のエキス使用、果汁感が強いの。うん、でもなんかパイン、パインも香るけどレモンも強い。うん、甘くて飲みやすい。うんうん、うん。